ビリーバボー、どうすんのこれ。Thank you.
はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はホームセンターで購入できるバンドックの2号半号こちらを入手したので実際に使ってみました。まあ、これまで戦闘飯盒2型とかね、エヴァニューの山岳飯盒、こういったもの出てたんですけども、ものすごい高額な商品だったということもあって僕はね手が出ませんでした。やっとここに来て2980円、まあ、カインズさんの方では2480円くらいでね一時期売られていたんですけども、今はオンラインショップでね入手することができなくなっています。コメリさんも同様ですね、オンラインショップでは入手することができなくなっています。なのでもしこれを入手する場合はホームセンターに実際に足を運んでみて購入するのがいいのかなと思います。でちょっと高くなってもいいから欲しいなっていう方はだいたいね3500円くらいで Amazon の方で売られていますので、概要欄の Amazon リンクの方から購入していただければいいのかなというふうに思います。で飯盒はやっぱり野外活動に適した木の形状をしているっていうことですごく便利ではあるんですけど、まあ、4号炊きの飯盒とかだと深すぎてね手入れてわざわざ焦げとかを取るのがすごく大変で使わないっていうことがあったんですけど、この2号飯盒であれば焦げ落としとかも容易にできると、まあ、ハンドルもついているので蓋はフライパンにも使えるし本体は鍋にしても使える、中蓋はお皿にしても使える、もうとにかく多機能です。これ1個持ってれば野営でもキャンプでもどこに行っても不足ない、そんなクッカーだと思います。まあ、あと作りに関してなんですけど、細かいこと言えばいろいろちょっとおかしいなっていう部分あります。あとね結構レビュー見てると塗装が剥げやすいっていうね意見があるんですよね。まあ、この値段なので致し方ないかなと、もう思い切ってね全部紙やすりとかねサンダーとかでゴリ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 こすって全部塗装剥いでやるっていうのもね一つの解決策かなと思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったよという方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。良平でした。したっけ。